愛子様、佳子様二人の関係性。皆さんは、愛子様と佳子様二人の関係性を知っていますか？二人はいとこになります。年齢も離れているので、直接の関係は少ないイメージがありますよね。しかしマスコミ内では様々な情報が飛び交っており、宮内庁関係者からも二人の関係性の情報が出てくることがこれまでに何度かありました。公の場で二人が積極的なコミュニケーションをとっている場面は未だに少ないのですが、本日はそのような中でもツーショットや会話シーンを集めてみました。いとこ同士である愛子様と佳子様の関係がどのようなものなのか気になるという方は、ぜひ最後までご覧ください。愛子様と佳子様の強い信頼関係。愛子様と佳子様は深い信頼関係でつながっているという話があります。この話の根拠になっているのは、2023年9月20日に開催された日本伝統工芸展での様子です。この日天皇家一家は東京都内の百貨店へ日本伝統工芸展参加のために訪れました。そこで案内役をしていたのが、秋篠宮家の佳子様だったのです。佳子様は2022年7月から日本工芸会総裁を姉の眞子様から引き継いでいましたので、案内役をしていたのです。この時に愛子様と佳子様が盛り上がりを見せたのは、漆塗りの小箱を見つめていた時だと言われます。この漆塗りの小箱は、佳子様が総裁賞に選ばれたものです。佳子様は1週間前に同会場を訪れており、その時に総裁賞に選んだのがこの漆の小箱でした。佳子様からは気になることがあったら何でも聞いてねといった雰囲気を感じられましたね。実際に愛子様は伝統工芸品について何度も佳子様に質問していたのです。あと工芸展の感想を聞かれた際もすごく楽しい時間でしたと語っていますので、愛子様と佳子様の仲が良いことを感じられます。宮内庁関係者からも愛子様にとって佳子様は憧れの存在なのでしょう。というコメントがあります。もともと二人はいとこということもあって非常に仲が良いと言われていました。しかし最近は、佳子様が公務で忙しいためにあまり接触できていないと言われています。佳子様は、アメリカに移住された姉の眞子様から多くの役職を引き継いでおり、公務の量が大幅に増えたのです。学生時代までならある程度の自由が効いたのでしょうが、公務を始めて世間の注目が集まるとなかなか自由には動けないものです。実際に佳子様には疲労が溜まっているのではと心配になる出来事もありました。例えば同年の9月24日には新型コロナウイルスの感染が判明しています。そのため体調が良くなるまで当面の公務は欠席していたのです。愛子様と佳子様はこっそりと連絡を取っているという話もあります。先ほどとは別の皇室関係者からの話なのですが、お二人は密に連絡を取っていらっしゃいますよ。昨年11月の皇居での秋季雅楽演奏会は、初めてのお二人でのお出ましとなりました。愛子様は自ら参加を希望されたそうです。お召し物は、佳子様が紅、愛子様が白の紅白コーディネート。お二人で事前にご相談されたのでしょう。このコメントからも、愛子様と佳子様は日常的にコミュニケーションをとっていると思われます。佳子様は手話を学ばれていることからも予測できますが、面倒見の良い性格であると言われているのです。愛子様がまだ幼い時に秋篠宮家に遊びに来られた際は佳子様の部屋で二人が長時間遊んでいたこともありました。さらには愛子様は佳子様に習ってフィギュアスケートを始められたり、髪型や服装を真似していたほどなので、佳子様のファンと言えるほど憧れていると言えます。このことについて佳子様の母である紀子様は、年齢が上がられますにつれて、愛子様は、過去とお話をされていることが多くなっているように思います。おそらく二人とも10代であり、そのような女の子同士のお話を楽しんでいるのではないかと思います。12代の頃にはすでに仲の良い先輩と後輩のような関係になっておられたのですね。二人の関係を心配する声。ここまで述べてきたように、愛子様と佳子様は非常に親しい関係であることが伺えますが、そこには懸念もあります。それは佳子様の負担がここ最近大きくなっていることです。先述の通り、眞子様が結婚されて皇室を離れた今、秋篠宮家では佳子様の公務負担が大きくなっています。さらに、子供の頃から背中を見て育ってきた眞子様が自分の意思で皇室を出て外国で生活していることは、佳子様の心理にも何らかの影響を与えていると思われます。さらにその佳子様の考えに愛子様が影響を受けるかもしれません。それを母である雅子様が憂慮されているのではないかという関係者の声があります。子供の頃から仲が良くて尊敬し合う仲とはいえ、大人になればそれぞれ進む道は違います。さらに皇室という立場であればなおさらです。
佳子さまの自立心を感じられる出来事ですが、秋篠宮家では2021年度から邸宅の改修が行われていました。工事が終わった後も佳子さまは新居に入居されず、仮住まい所であった分室に残って一人暮らしをされています。もちろん、家族全員で話し合って決めたことなので問題ないのですが、宮内庁からは私的なこと、セキュリティに関わることなので説明は控えていたとコメントされており、真相がわからない出来事です。佳子さまはこれまで具体的な交際相手が報じられてきたことはありませんが、眞子さまの影響でいつかは結婚によって皇室を出ていくことを望んでいるのではないかと言われています。そしてそうなった時に愛子さまも皇室を離れたいという思いが強くなるのではないかと心配されているのです。仮に愛子さまが皇室を離れたいと主張されても、雅子さまはご意思を尊重するでしょう。ただ、皇族数の確保は喫緊の課題で、愛子さまが皇籍を離脱されることが痛手であることは明らかです。また、雅子さまのご体調も本調子とは言えません。これからも愛子さまが望まれるのなら、一緒に時間を過ごしたいというのが雅子さまの本音でしょう。皇室ジャーナリスト、天皇家では愛子さまの今後について雅子さまも思うところがあるのかもしれません。これまでの女性皇族を見ても、いつかは皇室を出ていくのが一般的ですが、愛子さまがどうなるかはまだわかりません。女性天皇の可能性をめぐって、愛子さまと佳子さまの関係において気になることはまだあります。佳子さまがジェンダー思考の強い方だということです。2023年に佳子さまは男女平等に関するイベントに参加され、次のように発言されたことがあります。ジェンダー平等が達成され、誰もがより幅広い人生の選択肢を持てるようになること。自らの可能性を最大限に生かす道を選べるようになること。それは当たり前の社会になることを切に願います。この発言は、自らの意思で結婚相手を決めて皇室を出てアメリカで生活する眞子さまのことも、意識していたのではないかと思います。かつての女性皇族のようなおしとやかさよりも、自分で自分の人生を切り開いていく。強さが求められているのは時代の流れなのでしょう。しかし、皇室は現在跡継ぎや宮家の後継者がいないという問題もあるため、そう簡単な話ではありません。現行のルールで女性天皇は実現できませんが、今後ジェンダーの問題がさらに取り上げられるようになれば、皇位継承権を女性にも認めるべきという議論が生まれるかもしれません。そうなった時に愛子さまは天皇になる可能性があります。佳子さまの自立心を目の当たりにし、尊敬している状況は愛子さまの価値観にも影響を与えていることでしょう。実は愛子さまは母の雅子さまにとって心の支えになっています。だからこそ雅子さまにとっては愛子さまの今後については難しい問題なのです。もちろん愛子さまには自分の意思で自分の人生を切り開いてほしいと思っていますが、一方で心の支えであるまな娘には近くにいてほしいという思いが強いとも考えられます。雅子さまは還暦を迎えた時に愛子さまについてコメントされています。卒業論文の提出が間近に迫って忙しそうにしていますが、残りの大学生活を有意義に送ってもらえればと思っています。まだあどけないところも残る愛子ではありますが、いろいろな時に私たちを助けてくれるようにもなってきたと感じます。このように、愛子さまの成長を喜びつつも、自身を助けてくれる愛子さまへの感謝も述べています。雅子さまは民間人から皇室に嫁入りして以降、精神の不調をきたすことがあったため、愛子さまに心配をかけてきたことが多く、それを気にしているのかもしれませんね。医師団からも雅子さまの体調には波があるとの診断を受けており、今後も治療を続けていく必要があると言われているので、愛子さまも母のことが心配でしょうがないのでしょう。最近は愛子さまが雅子さまに会話のアドバイスされることもあるそうです。雅子さまはこれまでに多くの公務を経験してすっかり慣れておられるのですが、愛子さまに対してはお手本にならないとという気持ちがあるようです。それが結果的にお堅い雰囲気になっています。愛子さまはユーモアがあるので、そうではなくてというニュアンスで会話のアドバイスされることがあるというのです。雅楽の定期演奏会での共演。皇居では毎年春と秋の年2回、雅楽の演奏会が開催されています。2022年11月5日に秋の演奏会が開催された時には愛子さまと佳子さまが出席しました。新型コロナウイルスの影響で公務が激減していたため、久しぶりの公務となったのですが、この時に二人は非常に仲良くされていました。演奏の前には笑顔で話し、時にはうなずきながら終始楽しそうにしていたのです。子供の時から仲良しであったことはすでに述べた通りですが、愛子さまが誕生された翌年には美智子さまがこのようにコメントされていました。
数年前から時々妹が欲しいと言っていた秋篠宮家の次女の過去が、愛子と一緒になりますと、今まで姉の真子が自分にしてくれていたのと同じように、優しく愛子の相手をしている様子も可愛く思います。美智子様の話によると、やはり物心つく前から、愛子様は佳子様に妹のように可愛がってもらっていたことがわかります。愛子様は成年時の記者会見で関心のある分野は未だ模索中です。以前から興味があった源氏物語などの平安時代の文学作品、物語作品をはじめ、古典文学に引き続き関心を持っております。と語っており、この日野田学園総会への出席も自ら希望されたそうです。もしかすると、自分の興味や関心を、一緒に参加した佳子様にも知ってもらいたい、という考えがあったのかもしれませんね。実はこの時の雅楽演奏会は、愛子様と佳子様が二人で参加した初めての公務でした。もともと仲の良い二人でありながら、これまでに二人での公務がなかったのは意外です。理由として考えられるのは、愛子様が成年皇族になるまでは、演奏会に出られない制約があったからではないかと言われます。皇室関係者、一般人とは違うので、公務はもちろん、プライベートでも二人で遊びに行くというのは難しかったのかもしれません。年齢が7歳離れていることもありますが、やはり人目につく場所で二人きりというのは危険なのでしょう。ただ、愛子様はインスタグラムなどの SNS を使用しているそうです。佳子様も LINE のアカウントを持っているらしくオンラインでの交流があるのではないかと言われています。そして、オンラインでの交流を重ねるにつれて、愛子様が雅楽演奏会に出たい。そこで佳子様に会いたいという流れになった可能性があります。実際、二人はこの演奏会まで、しばらく会えていなかったそうなので、会いたい気持ちが強くなってもおかしくはありません。愛子様と佳子様のファッション。ここまでで愛子様は佳子様に憧れを持っていることは話してきましたが、それはファッションからも感じられます。本人がはっきり言っているわけではありませんが、愛子様は中学生の頃から、佳子様のファッションをお手本にしているそうです。佳子様は美しすぎるプリンセスと言われるほどファッションに敏感なので、愛子様は憧れを抱いていてもおかしくはありません。先ほどの雅楽演奏会の時も、愛子様が白のスーツ、佳子様が赤のスーツを着ていたことから、紅白コーデとして話題になったほどです。一方、二人の私服についてはどうでしょうか。皇族は別荘で静養するときなどの私的な外出や、大学に通うときには自分で好きな服を選んでいます。2023年の9月に愛子様が遊園地デートに行かれたときはポール&ジョーという21代の女性に人気のブランドと、ユニクロの組み合わせでした。花柄の黒いブラウスにジーンズというラフな格好ですね。ブラウスは3000円ほどと庶民的な値段のものでした。一方の佳子様ですが、9月9日に私服姿が目撃されています。この時は弟の悠仁様が通っている筑波大学附属高校の文化祭を訪れていました。白の T シャツに黒のジャンパースカートでした。小さなケースに入ったスマホケースを肩からぶら下げており、どこにでもいそうな若者といった感じに見えました。二人の私服はどちらもあまり高価なものではなく、同年代の女性たちから見ても手の届かない白物を身につけているということはありません。育ちの良さを感じさせつつもラフな格好といった感じで好感度は高いと思われます。愛子様は大学時代の大半がコロナ禍だったため、私服の情報が少ないのですが、佳子様は学生時代の私服に関する情報が複数あります。2015年に国際キリスト教大学で新入生対象の学校行事に参加された時は、青のタンクトップ、細身のジーンズにスニーカーという格好でした。新入生らしいフレッシュな私服といった感じですね。この頃からおしゃれに敏感なイメージがありました。2017年にイギリスに入学された時の私服はレザージャケットにスキニージーンズでした。こちらの方は少しボーイッシュな感じの格好になります。愛子様と佳子様のファッションは共通点もありつつ、佳子様の方がバリエーションの多いイメージがありますね。今後は公務で着用する正装の方に注目が集まっていくと思われますので、年齢を重ねるにつれてどのように変化していくのかが気になるところです。本日は、愛子様と佳子様二人の関係性について紹介してきました。愛子様は子供の頃から佳子様と交流があったため、憧れの存在として佳子様を慕っておられたのですね。皇族という立場である以上公然と仲良くしている場面を目撃できることはありませんが、二人で公務を担うときは楽しそうに会話する場面が目撃されています。愛子様に関しては、大学時代の大半をコロナ禍で過ごされていたので、情報が少ないのが残念です。それでも、
この度大学を卒業されて無事に就職も決まりました。これからどのような人生を歩んでいくのかに注目しましょう。佳子様は10代の頃からファッションに敏感であったことが印象的です。姉の眞子様と離れてからは寂しい思いをすることもあるかもしれませんが、自立心の強い佳子様であればきっと乗り越えられるでしょう。新型コロナウイルスも落ち着き、二人とも公務をこれまで以上に精力的に行っていくでしょうから、今後もコミュニケーションの場面はたびたび見かけるはずです。これからも仲の良いいとこの関係を続けていってほしいと期待します。